チェロとピアノのための3つの商品作品11は、アントン・ベーベルーンが作曲したチェロとピアノのための商品。1914年6月に、ウィーンで作曲された商品である。当初は、父親から頼まれて、チェロ・ソナタを作曲したが、行き詰まったため放棄し、その代替として作曲されたものがこの商品である。1924年12月2日に、マインツで、マウリッツ・フランクのチェロ。 エドワルト・ツックマイヤーのピアノで初演され、同年に出版されている。なお、作品は父親に検定され、自筆譜には父親への検事が書かれている。題名通り、全3曲から構成される。全曲は、火星的に、完全4度、増4度、超7度、単9度の音程が主体で、超、単3度、6度は、副次的に扱われる。また、 曲章形式は極限に達し、より密度の高い音の空間を試みている。演奏時間は約2分。上実のチェロ・ソナタは父親のために作曲され、当初は全2楽章からなる大作を作る予定であった。1914年5月9日に第1楽章を完成させたが、続く第2楽章は構想途中から行き詰まり、 結局作曲に着手することなくそのまま放棄された。その後、チェロ・ソナタは、ベーベルンの死後、モルデンハウアーによって発見され、1970年に疎遠されたのと同時に、楽譜も出版されている。第一楽章の演奏時間は約1分半ほど。ありがとうございます。